こんにちは、チョメです。今日はドッキリ神回避の4、ボーナスステージ2から遊んでいこうと思っております。アップデートで追加されました。的外れ回避。どうやってやるんだろう。まずルール説明ですね。射的屋台で時間内にたくさんの的をタップして撃とう。爆弾を撃つとダメ。数秒の間撃てなくなる。この報酬みたいなやつを一つでも撃つとゲームクリアだって。一番上の赤いメーターがマックスまで溜まるとって何？最後の報酬の兜がもらえるって感じなんでしょうかね。連打ゲーか。これ場所が分かってたら簡単かもしれませんね。両手でやったりとか。両手でやった方がいいのかな。はいはいはい。これ普通に商品もタップしそうな感じ。爆弾はまだ出てない。あ、上はもうちょっとスルーします。ちょっとクリアになっちゃう。これ上のやつをゲージをマックスまで溜めたい。爆弾なんかほいほい。あ、結構楽しいな。サクサクできて。下もタップしない。これは後でねタップして入手しておきます。うわ、爆弾タップしちゃった。やばいやばいやばい。ちょっとの間は動けなくなっちゃう。まあ一回爆弾タップしたらどうなるのかっていうのをちょっと動画で見せれてよかったです。さあ時間内にできますか。お、ボーナスタイム入った。なに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 。スタート。なるほど、これでいいのか。 OK。 これで最後の兜が入手できた感じでしょうか。残り時間4秒。この射的シールがもう一つあるみたいなんですよ。見たら親父さん狙えって書いてあった。これ親父さんの頭人に向けたらダメ。親父さんタップしてたらこのネタっていうシールがね入手できました。タイムアップになることも条件です。残り2つは集めておきました。では密室回避37から遊んでみようと思っております。エレベーターの中に閉じ込められた感じでしょうか。左目のなんか寝袋が気になるんですけど、これちょっとかぶってみますか。寝ちゃった。右下のあたりから逃げるのかな、これ。まあ、失敗してもスタンプっていうのが入手できますからね。あ、夜中になっちゃった。ダメだ、効かないな。1回2回3回4回壊れてる。お、カメラ寝てんじゃねえかお前。これ帰るとき見てくれなかったのかな、私がいるっていうこと。どうなんだろうね。寝袋一応取っとく。かぶせちゃったんだけど。こりゃダメだ。悲しい音楽が流れております。おじさんとかタップしてみる。なんかいろんなとこタップしてみよう。あ、これ戻るのか。カメラとかタップしたらなんか入ってました。3124、その引き出しの中ですね。じゃあ押してみる。3はブブー。だから3124。んー、どういうこと。3124。下のなんかこの開けるマークとかを押してからやるといいみたいな感じですね。これリモコンどうすればいいんだろう。あ、これ開くっていうのを押さないといけなかったからか。だからこの開くっていうのを押して3124ですね。じゃあちょっとつけるか。これでつけるのかな。おお、ついた。 EV2 だって。これは開く。3124関係ないか。おお、なんか動いた。3階に行った。なんかいろんなのがある。脚立みたいなのが3階で入手できました。なるほど、ここでアイテムを入手していくと。4階は何があるんだろう。おじさんの靴下みたいなのが手に入った。これハゲ回避の人かな。2階はこれ無人でエレベーター動いてるから怖いよね。ここは特に何もないのかな。なんか輪っかみたいなのも取れそうな感じがしますけど。1階はこれも特に何もない感じですね。3階と4階だけか。じゃあまた戻るか。これ起こすか。ダメだった。そこにつけるつもりじゃないんだけど。気づいてくれる？お、気づいてくれてる。これでよかったのか。うわうわうわ、破れる破れる。まあ、一応出られましたけど。これは？あ、回避成功しました。あの真ん中の広告消したのはちょっと個人情報が出てたので、この広告はちょっとねやめるみたいな感じにしました。新しい広告が出てきましたね。これは多分
個人情報とかじゃないから大丈夫ですね。ちょっと地元のお店が出てきちゃったんですよね、この広告。怖いですよ皆さん。だから地元の広告が出てきた右上のバツでちょっとね、消しみたいな感じにした方がいいかもしれませんね。ゲーム実況者は危ないですよ本当。じゃあ脚立を主人公に渡したらどうなるんだろう。上開けましたね。うわ、蛇がそんなところにいるの。他のシール集めてます。あとまだ見てないのが靴下ですね。渡してみよう。倒れちゃった。じゃあ鏡の中回避っていうのをやってみましょうか。面白そうですね。これもうだんだん難しくなってきましたよね、ほんと。エレベーターからなんか紙くれみたいな感じでやってるのかな。上なんか手振ってるんですけど、開けていきます。お化けが出てきたんだけど、これはなんかホラー映像ホラー要素があるのか怖いなぁ。まあ、シールもちょっとずつね集めていかないといけないので。下に何かあるかな。リコーダー集めていく感じですかね。左手下開けてトイレットペーパーも入手できました。ここにリコーダーの破片がありましたね。ちょっと紙を渡してみるか。これでいいのかな。お化けに渡した。鏡の中に渡したんだけど、うわ、人体模型ちゃんが出てきた。これはダメなんかい。なんかありました。箸みたいなのが置いてある上。だからこの紙くれっていうやつはこの右下のところに渡す感じかな。違うのかな、どうなんだろう。紙渡しちゃダメなのか。じゃあどうすればいいんだこれ。お、ガタガタガタっていう。友達とか使用禁止とか書いてある。綺麗にしてとか。これ誰か入ってるな。あ、子供出てきた。わあ、しょんべんかけられた。これはどうなってんだ。まあ一応シールはどんどん集まっていく感じになってますけど、まあ一応取っていきますか。下は入れないのか。下のところに隠れる。開けてみるか。いませんよ。あ、どっか行った。オッケー。これでなんかトイレットペーパー渡すのかな。私隠れてるから。なんか後ろにありましたよね。何か置いてあったやつが。オッケーオッケーオッケー。これでリコーダーが手に入る感じかな。出ていって。これ、携帯電話。携帯電話手に入れちゃったんだけど。あとこうもう一回隠れようか。隠れてこれ開けよう。出てくるでしょ。いい、大丈夫ですよ私は。いや、ダメなのそれ。ダメだった。あー、マジか。中に何かあるかなと思った。あ、でもシールは集まりましたよこれ。このゲーム本当に難しいですね。リコーダー多分集めると思いますね。ここ隠れて、こっちもちょっとリコーダーの破片を取っておいて、これは多分確定だと思います。なんで私が映ってるの、鏡の中に。それも怖いんですよ。今見えました、私リコーダーが右下に落ちてました。ここです。皆さんも見えますか、ここ。ここをタップして揃いましたよ。これで笛を吹けば OK かな。女の子の幽霊。あ、なんか成仏した。え、これで開いて、どうなるの。開けてトイレに逃げ込んで用を足すことができた。やったー。あ、これがクリアか。難しかったですね。回避成功しました。あと見てないのが携帯電話入手したんですよね。それをちょっと使ってみようかなと思っております。トイレットペーパーを渡した後に上のトイレのところに携帯電話ですね。で出てきて、これ渡したらどうなるんだろう。はい。電話かかってきた。あ、呼び寄せてる。怖っ。なんでそこに繋がっちゃうんだろう。これで全てシールが集まりました。最後も結構シール多いですね。2、4、6、8?全滅回避だって。結構やられちゃう感じかな。一発クリアを目指したいんですけどね。999。これはね、わかんないな。ちょっといろんなとこタップしてみるか。なんか、ハンマーを手に入れた。音もなくなっちゃった。お、なんか杖みたいなのも入手できた。大魔導士の杖を手に入れた。ここですね。ちょっとあと、これは手に入らないのか。これで切る？いや、ダメか。
これだけだな。だ大魔道士の杖を装備させるのかな、これ。違うな。あ、見てください。これ、大魔道士の杖がなんか強化されたみたいな感じになりましたよ、今。おお、左下見てください。ハンマー使ったらポテトコンソメっていうのが入手できました。ポテチを手に入れた。食べさせるか。誰か食べる。お、主人公が勇者もお腹がいっぱいだ。おお、勇者はポテチボンバー攻撃を覚えた。これで攻撃すればいいのか。しかも300まで下がってるポテチボンバー。これ一発クリアするんじゃないの。勇者のポテチボンバー攻撃。ボンバー。エイリアンが現れた。お、なんか上に行った。バイバイ、エイリアンは逃げ出した。やったー。一発クリアですか、これもしかして。お、回避成功。皆様ちょっと音が消えちゃったんだけど、一発でクリアしましたよ、私。じゃあ失敗パターン見ていきましょうか。逃げる、いろんな選択。ケンタウルス、ダークナイトの先制攻撃。逃げるを封じられた。勇者たちは逃げることができない。これはシールと関係ないのか。気合入れたいのか。防御、勇者たちは守りを固めた。それ固めてんの。ケンタウルス、ダークナイトの光の波動。みんなやられちゃった。これ一つのシールになるんですかね。どうなんでしょう。回避失敗。逃げ2つ入手できました。初期装備の防御力と、あと逃げるも効果あったみたいです。離脱不可能ですね。またなんか個人情報が出てきたので、この広告はストップさせましたけど、じゃあちょっと戦ってみるか。全体攻撃っていうのがある。最初勇者の攻撃ゼロ、ケンタウロス、ダークナイトの闇の波動。これさっきと同じじゃねえか。ダメだな。でも攻撃したことによって新しいシールが入手できましたね。で防御やった後、魔法で防御っていうのをやってみるか。まだこれは見てないので。魔導者、防御魔法を唱えた。ケンタウロス、ダークナイトで闇の波動。これも多分新しいシールになると思うんだけど。いや、全滅した。お、これもちゃんとシールになってました。右上他のも見てみましょう。これはどうなんだろう。これ防御、魔法で防御って効果あるのかな。杖持たしたんですけど、大魔法を唱えた。同じかな。これケンタウロス、ダークナイト、闇の波動。お、1耐えましたよ。大魔導士の杖は吹き飛んだ。まあ一応これ下ポテチを手に入れよう。これちょっと勇者をパワーアップさせて、マッチョになった。これさ、先ほどはこの戦うしちゃったんだったかな。どうなんだ。防御は何。気合で耐えると魔法で防御。いや、ちょっと全力攻撃しましょうか。え、なんかさっきと違わない、これ。全力パンチ、クリティカルヒット、倒しちゃったよ。え、最初やったの何だったっけ。ポテチをこぼしちゃったのか。最初はダークナイトを倒した。回避成功が2種類あるんですね。お、でもあの、なんていうんだ、杖で1ダメージのやつのシールはないですね。じゃあ上の杖はそこまで関係ないみたいな感じかな。あと防御見てないですよね。このポテチ入手した後、勇者を超えてやった後、お腹がいっぱいだ。お腹いっぱいだって、1ダメージ食らったのって結構重要だったんですね。さっきのやつ1ダメージ食らったからポテチを食べてパワーアップしたみたいな感じだから、正規ルートっていうか、先ほどのやつはこの杖手に入れて杖装備させて防御して1ダメージっていうのは良かったですね。だからこの杖で1回こうやってやって防御、魔法で防御っていうのは大事でした。これで1ダメージ食らってポテチが食べれるみたいな感じです。 OK。 で次にハンマーを取って、これでポテチを取って、あと見てないのがこの勇者がパワーアップした後ですよね。この後の防御を見てない。気合で耐えてみるか。すごい、守りを固めた。ダークナイトの闇の波動。
どうなる？いや、やられちゃうんかい。勇者たちは全滅した。すごいな。もう一個魔法でタイルも見てみましょうか。さあ、勇者をパワーアップさせた後に、防御。魔法で防御。さあ、どうなる？なんかすごい盾みたいなになったぞ。闇の波動。食らった。同じじゃないこれ。シール集まるのこれで。変わってるかな。回避失敗。右上シールは新しいのになってる一応、まあ、さっきとどこが違ったかちょっとわかんないんですけど、これでね、すべて失敗も含めて集めることができました。次回はこのページ9ボーナスステージ3から遊んでいこうと思います。ご視聴ありがとうございました。実況者はジャメでした。